バイオリンとピアノのための幻想曲派長長 D934 は、フランツ・シューベルトが1827年から1828年にかけて作曲した室内楽曲。1827年12月26日、カール・マリア・フォン・ボックレト、イグナーツ・シュパンツヒ、ヨーゼフ・リンケによって、シューベルトのピアノ三重奏曲第2番の初演が行われた。ピアノ三重奏曲は、 大きな成功を収め、これに触発されたというシューベルトは、バイオリンとピアノのための楽曲に着手する。翌月までに全曲が完成されて2月7日に、ウィーンで初演されたものの、この演奏会は大変な不評に終わった。当時のウィーンの聴衆や批評家は、曲の長大さに耐えきれず、次々席を立っていったと伝えられる。初演を受け持ったのは、いずれもボヘミア出身であるピアノの、 ボックレとバイオリンのヨーゼフ・スラビークであった。スラビークはパガニーニからも賞賛を受けたとされる卓越した技術の持ち主であり、スラビークの演奏を想定して書かれた本作品は多分に技巧的に書かれている。また、ボヘミア出身の奏者を意識したと思われるボヘミア風、もしくはハンガリー風の色彩を帯びながら、それらがシューベルト一流の可謡的旋律とともに、 作曲者自ら幻想曲と名付けた自由な構成の中にまとめられている。本作は初演の失敗にもかかわらず、現在ではシューベルトの傑作の一つに数えられる。約25分。全曲は続けて演奏される。しかし、内容から3つ内緒は4つの部分に分けて考えることができる。曲はピアノが奏でるトレモロによって静かに幕を上げる。 まもなくピアノのトレモロの上にバイオリンがフレイ1を歌い始める。フレイ1低音から現れたドリルを含む音形がバイオリンにも受け継がれながら進められていき、1オクターブ低くフレイ1が再び姿を現す。ピアノは自由なパッセージを奏でるが、やがてトレモロへと戻っていき、バイオリンとピアノが順にカデン風のパッセージを奏して次の部分へ続く。 自由なそなた形式。ピアノの歯切れの良い伴奏の上に、バイオリンが、フレーニを提示する。フレーニフレーニは、ピアノの後をバイオリンがカノン風に追いかける形で、繰り返され、勢いを増して、ピアノによる、イチョウ,チョウの第二主題に移る。バイオリンは、華やかなパッセージで主題を彩る。フレーニさん以下、フレー3が展開されていき、両楽器が16分音符の奏句を奏でていく。 落ち着いて第一主題の回帰が予告された後、フレーニの再現へと移行する。第二主題は、波長長でピアノに現れ、定時部と同様に進められていく。ピアノがユニゾンでスケールを力強く出し、これと第一主題の同期が一体となって進む。ピアノの大きなアルペッチョがクライマックスとなり、徐々に平成を取り戻して、フェルマータが付された全休止となる。 変装曲形式。主題と4つの変装からなる。フレイ4に示される主題は1821年に作曲された歌曲セミアー・ゲグルストから取られている。先導するピアノをバイオリンが繰り返すように、前半と後半の学説がそれぞれ繰り返されて二部形式を形作る。フレイ4第一変装ではピアノが主題の変形を奏する一方、 バイオリンはスタッカートを付された音恵で装飾していく。第2変装ではピアノがスケールで上昇加工を繰り返し、バイオリンがピッチカートで付き添う。第3変装のピアノはトリルが特徴的な変装を奏で、バイオリンは終始細かい動きを続ける。第4変装は変装曲部分の結尾区に相当し、主題が原型に近い形で現れた後、 バイオリンがカデンツァ風に加工して閉じられて、フェルマータの全球止となる。続いて、全曲冒頭のテンポに戻ると波長調で、ピアノが取れロを奏し始め、フレー1の主題が回帰する。トリルの音景も再現されつつ、短くまとめられてクレッシェンドし、最後の部分へと接続される。前の部分から球止を置かず、フレー5がピアノに現れる。この主題は、変装曲の主題であった、 フレー4と繋がりを持っている。フレー5ピアノが出す主題をバイオリンが模倣して繰り返し、計画へ至る。フレー5の展開が少々行われてからピアノとバイオリンがユニゾンで堂々とフレー5を出す。先ほどと同じ計画がイチョ,チョで出され、フレー5の展開も同じように続く。バイオリンが弱音のトレモロで主題を奏し始めると、 そのまま息の長いクレッシェンドを経て頂点に到達し、突如アレグレット3、4拍子、変異蝶々となって、フレイ4の恩恵的変装が現れる。これが緩やかに進められていき、フェルマータ付きの全球詞で区切られると、プレスト2、2拍子、波長頂となる。全曲のコーとなる、この部分はフレイ5を素材とし、大きく盛り上がって一気に全曲を締めくくる。 注釈出典、ありがとうございます。